自分は一歩引いて、引いたところからこう全体を見て、おはようございます。時刻は11時2分、メディア流のお時間でございます。さて本日の、ゲストコメンテーターは大村雅樹さんです。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、あの同業の女子なんでめちゃくちゃ気楽に行きますよ。はい、フリーアナウンサーの八木沼愛子さんですよ。ようこそメディア流、カモンカモン。その後福島県の郡山で育ったと、はい、でその後、福島の朝霞高校、はい、朝霞女子女子高校、その当時はですね、はいはい、その後玉川大学の文学部を卒業後、はい、2001年地元テレビ U 福島に入社し、はい、2008年の3月に退社され、現在はフリーアナウンサーとして大活躍されています。素晴らしいご活躍ぶりをね。いやメディアリオ始まって以来の元アナウンサーなんですよ、ね、だからめっちゃやっぱ声もいいしね、いやいやマイクに乗ってるもんね、ちゃんとね。乗ってますか、よかった。だって大村さんもね、はい、やっぱり元局アナとしていろいろとね、はい、思い通ずるところもあると思うし、そうなの。だから、うん、ローカル初のフリーランスってのは、うん、生き残るのがめちゃくちゃ大変なのよ、うん、あもうその辺も聞きたい。で東京で出来上がったフリーランスってのは、はい、億万長者になれる。あ逆八木沼さんのように、はい、とんでもないとんでもないとんでもない。いや違う、だから違うんだよ、僕らはローカル初だから苦労人。ああなるほど、結構ご苦労されて。そうそう、そんなもん本当に違うんだ、いろいろ大先輩ですよ、本当同志みたいな。あー嬉しい、ね、そのあたりもやっぱ一般の方わかんないですから、うん、やっぱりアナウンサーって華やかで、フリーになってもすごくこう優雅なね、生活をされてらっしゃるんじゃないかっていうふうに、ね、想像されてると思うんです。あのね、アナウンサーのルートって入り口は大学生の時に就職活動するでしょ、うん、これ入り口は一緒なんだけど、うん、やっぱりね、まずキー局、準キー局、その後ローカルっていう、ね、この試験がね、八木沼さんも、はい、やっぱり僕と同じようにこう東京受けて、はい、大阪、名古屋、うんうん、あ広がっていて聞いてみたい。でもそう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 、地元福島だから、そうなんですよ、願ったり叶ったりじゃないですか。いや結果的にはそうなったんですよね、はい、でもやっぱりこう東京のキー局で、ね、はい、活躍したいなっていう思いがやっぱりアナウンサー目指すってなるとあると思うので、はい、そこからスタートして、はい、でやっぱりそれがダメでこの後準キーローカル局ってなっていく中で、うん、地元の局に拾ってもらえたっていう感じなんですよね。ちなみに地元の局だと 何発目なんですか。一発目でした。ほら、はい、テレビ福島ね、テレビ福島、あとは福島テレビ、はい、福島放送、そうそうそう、あとは福島中央テレビ、日テレ系とテレ朝系と富士系と、でテレビ福島は、TBS 系なんです。そうなんです。で郡山に、すごい、で福島って郡山と福島って2都市に分かれてて、あそうなんです。で福島放送とテレビ福島が郡山にあるって、うんうん、ちょっと変わってますよね。ちょっとそうですね、うん、はい、八木沼さん一発目で受かりました。さあ大村さんちょっと聞いてみましょう。大村さんどうだったんですか。何発目で大村さん東京やっぱりスタートされて、東京でスタートされて、その後は大阪とか名古屋、いやだって大村さんですから、ですよ。名古屋は最終まで行ったんだよ、だけど、ね、ダメで北海道行って、福岡行って、ね、北海道も岩手行って、秋田行って、結構行って、新潟行って、南下してきてますね。ちょっと待って、長崎行って、宮崎行って、いつまで続いてるんだろう。まだかな。で、33社目か。出たすごい、よかった。記録的な数字作りました。いや素晴らしい。大学4年生の8月26日よ。それ覚えてるんですね。滑り込み、すごい。みんなもうほぼ決まってる中で、うんうんうん、もうだからそうですよ ね、うん、もう沖縄の次に遠い鹿児島という、まあ、拾われた感じですよ。でもすごくいい場所じゃないですか、鹿児島。よかったけどね、でもねすごい閉鎖的でね聞いて大丈夫でした。よそ者の僕なんかはもう軽い男にしか思われなくてまず義を言うなっていう、文句言っちゃいけないって。何義言っとんねん。そうですね、ビシッとしないと九州男子は。義を言うな、めっちゃ怒られて。でまあ、あと焼酎飲めないとダメだよ、酒弱いから。やっぱそういう飲む方が足らんだって言ってガンガン酒つがれて、そのために吐いてきつかった
戻してきつかった、ね、いやいいですね。いややっぱりそうやってあの地元に就職をできるってなんか最高だよ。柳沼さんだから結果的に本当にありがたかった、ね、東京とか大阪とか大きいところだけ、うん、でその後は自分の地元でしょ。そうですそうです、はい、何それ羨ましい。もしかして骨でしょ。骨だな実は。よかった結果的に有名し、これ以上言えないのね。でもあれですか、実家から通えるわけですよね。そうなんですけど、うんまあ、ちょっと実家とその郡山福島の関係でちょっと違ったので、うん、やっぱり一人暮らしして、はい、やってましたね。ちなみにその地方局時代どんな感じの番組とかどんな感じで。最初はあの朝の情報番組を担当して、うん、でその後やっぱり報道をやりたいと思って、うん、ニュースの方に報道の方に移れて、はい、ニュースキャスターを夕方やってたって感じですね。夕方の、そうですそうです、はい、あの番組メインのニュースメインの、はい、ニュースの森、そうそう、その時代からニュースの森ので、その後イブニング6とかになって、はい、その時でした。もうローカル局で夕方のキャスターっていうのはもう最高、はい、最高、最高到達地点、ね、うん、目指すとこですよね、うん、へえ、大村さんは僕は聞きたいですね。さすがです。僕は何も残してなくて、まあ、大学言いますよ。そんなバカ、初めて聞きますよ。そんなことない。何かほろ苦い思い出しかなくて、ほろ苦い思い出、いや今こんなに活躍されてる。例えばね、みんな知らないけどローカルニュースって30分ニュースがあるじゃない、お昼、うん、でその時に3分50秒とかそこでポンとねローカル枠ってのがあるの、うんうんうん、東京にいると絶対分かんないですよ、うんうん、でも東京で見ると例えば豊島区の火事とか、うん、アウトークのね、はい、交通事故とか、そういうのって急にローカルっぽい時間帯ってあるの。それは各ネットワーク決まってるんですよ、うんうん、で富士系の場合は11時45分ぐらいからローカル枠、うん、はい、その時に福島 の, あのとかね地方の枠があって、ね、僕は鹿児島でその、ね、ローカル枠っていうのをやってた。その時に鹿児島三越の黄金店っていうニュースがあった。で それ以外に交通事故と火事のニュースがあったんで、はい、そしたら普通さ交通事故がありました、その次今日鹿児島で火事がありました、うんうんうん、次大黄金店が開かれて、で企画ものね、で最後お天気ってなるじゃない、うんうん、その4項目決まってるんだけど、まさかの営業案件でさ黄金店がトップなんだよ。ありえねえじゃんそんなの。だからこっちはでも、まあ、思い込みさ、俺がいけないんだよ。だけど普通に優先順位で読んだら全然項目違ってて、そうですよね、リードでさ分かりますよね、交通事故のリードやったら黄金店ポーンって流れちゃって、映像違うでしょ、始末書出ましたよ。始末書ですよ、なかなか書く人いませんよ、始末書なんて。いないですよ、いないですよ、マジなかなかいないですよ、いないと思いますよ、僕も聞いたことないです。どうですか、1回じゃなかった、もうクビです。うん、そう、それでクビになることがもう決まってるなと思ったんで、1回じゃなかった、やめたい、冗談じゃなく、うん、それをやらかして、あ、これも絶対この年移動だなと思って、うん、あの春になったら速攻始末書と同時に辞表を出して、辞表を出したらですか、フジテレビのね、うんうんうん、おはようナイスデーって93年の3月に番組見てたら、はい、おはようナイスデーではリポータースタッフを募集してますって、うん、すごあの八木アナがやってるわけですよ、八木亜希子さんが最後フリップ出して、はい、あ、こんなのあるのと思って、それであのエントリーシートを書いて受けて、1300人受けた中で、うん、俺だけ受かったんです。すごい、うん、さすが、やっぱりね、それはね、実力じゃないんですよ、骨ですか、違う、骨ですそれは鹿児島放送にもう辞表を出してきましたって、それでと思って、あ、そんなフリーランスなのにそんな思い切っていいのって言いながら、始末書の話はしてないよ、今言っちゃう、男気としてそれはもちろんですと、両方失礼じゃないですかみたいな言ったら、みんなじゃあ取ろうってなって、あー、さすが、実力は何もないんですよ。いや、そんなことないですね、うん、それでフリーとして、うん、あのうまくいったんですね。イギリスのね、公共放送の BBC とか大きなクライアントの MC をいつも柳沼さんに、英語もご堪能なんで、それ以外にももうたくさんの皇室からね、はい、いろんな MC をやられてるんですよね、うん、皇室も？そうなんですよ、硬いのもいけます。どういうやつなんですか、ちなみに皇室の会議ってどういうことなんですか。いや、まあ、式典ですとか、そういうところの司会をさせていただいたりとか、プロフェッショナルですね、まあ、ご臨席されるそういうことはされてないんですか。僕はそういうのは全然できないです。もうメディアの方で、僕アナウンスメントが下手くそすぎて、いや何をしても基本はできてない。始末書ですからね。いや、そう、まあそこはそうでしたね。僕は2回か勘でしか喋ってないんですよ。だから僕の特技はメモを取らないで物事の事象を頭に入れてすぐ喋れるって、それだけが取り柄なの。
だから新聞をバーって読むでしょ、はいはい、その情報をインプにまとめろって言ったらそれまとめることができちゃうっていう。でもね、自慢なんだけど、うん、それ以外のことは何もできないんですよ。だから滑舌も悪いし、発声もあんまり良くないし、声も綺麗じゃないしね。アナウンサーとしての裁量がなかったからアナウンサー辞めてリポーターという職業を選んだんですね。でリポーターって別にそこは問われないんですよ。うんうんうん、それ現場感さえあればいい。大森さん、ちょっとやってみますか、何をやる今日ね。焼き沼さんもせっかくあれなんで見たいですよね、やっぱり。さあ、じゃあ今日のね、ちょっと今の振りはそういうことでしたね。天気の状況を伝えていただきましょう。現場の大村さんからいきましょう。大村さん、はい、ララポート豊洲前のですね、FM スタジオに来ています、大村です。今日は梅雨の晴れ間といった日でしょうかね。日中の気温が30度を超えるとも言われているんですけれど、今のところまだ気温は26度前後といったところですかね。ただね、風がないんですよ、うん、そして昨日までの雨の影響で湿気が多くて、爽やかな5月晴れという感じではないですね。ただこのスタジオは極めて爽やかな空気に包まれていてとっても居心地がいいです。ちょっとダメなんだ、カンちゃん、カンちゃん、ちょっとプロのマスカンちゃんだけども、いやでもすごい描写ですよね。いやすごい、やっぱり感覚でね。そうですよ、今芸能ですけど、ほら本当に飛んでる、本当に飛んでる。最後、カンちゃん本当に飛んでる。リポーター辞めて3年経つの。3年経つから。あ、ごめんね。現場のね、また違いますからね。今だって芸能デスクでいらっしゃるんですよ。そうです、今芸能ですから。最後のね、その3年のブランク最後噛んだところに。もういつも噛むんだよ。俺、笠井さんと大村は、徳田の神々ブラザーズって言われて。じゃあしょうがない。そう。笠井さんが噛むんで、俺も噛むから、小倉さんばっかり言おうもしてたんですよね。これがね、今の完成の中継ということで、じゃあ、現場の天気を伝えいただきましょう。じゃあ、八木沼さん、どうですか、そちらの方は。はい、私は今、豊洲、ララポート豊洲の近くにあります、こちらの豊洲公園のが見える FM スタジオに初めて来たんですけれども、本当に日差しが気持ちいいですね。今日は気温が30度を超える予想ということで、真夏日が予想されてるんですが、もう散歩してる、歩いてる方も見えて、とっても爽やかな雰囲気に包まれています。私の隣には実は今アナウンサーの先輩の大村さんがいらっしゃるんですけれども、大村さん、そちらの様子いかがですか。あ、大村さんに伝えていただきます。もう一回無茶でしょうか。さすが、さすが八木沼さん。いや、まさかね。いや、先輩いらっしゃるんで、も先輩も先輩に喋っていただかないと、ね、やっぱり声はお金にするっていうのはこういうことですよ。いやいやいや、うん、やっぱり透き通ってるし、透明感があるよね。あ、本当ですか、よかったよかった、まだ頑張れそうです。今ね、ディズニーとかの司会とかでね、来週行かれるんですよね、アメリカの方のディズニーに、ね、フロリダの方に、はい、行ってきます。すごい。どんなお仕事なんですか、ちなみに。アメリカディズニーの方で、こう日本人の観光客の方向けのパーティーとかがあって、うん、そこでの司会進行をさせてもらっていて、そこは英語もやんなきゃいけないんですか。そうですね、ただお客様はあの日本の方なので、うん、パーティー自体は日本語での進行ですけど、うん、まあ、現場入ったらそのアメリカのスタッフの方とやり取りしたりとかありますよね。お仕事で何日間ぐらい行くんですか。今回は10日間ぐらい。いいね、行きます。はい、コロナからずっと海外行ってなかったよね。そうなんですよ、ちょうどコロナ前に行ったきりで、はいはい、じゃあ3年ぶり3年以上ぶり。そうですね、いいですね。エスタも取り直してみたいな。エスタ取り直してみたいな。めんどくさいんだよね。そうなんですよ。こんなことやっちゃったよっていうのもちょっとね、聞きたいんですけどね。新人の頃に、うん、その先ほど大村さんがおっしゃってたお昼の短いニュースの時間があるんですけれども、県内だけ放送されてる、そこであるあの会社さんが初期払いをされていた、まあ夏のネタだったので、初期払いのニュースがあって、初期払いっていう言葉を知らなくて、で原稿下読みはしてたんですけど、うん、バカなの？ちょっとバカなの？いきなりそんな言わないでください。それしょうがないです。ちょっとバカです。はいはい、そうなんです。で、あの全然分かんなくて、初期払いっていうのを景気払いって読んじゃって、それをオムライに乗っちゃったんですよね。景気を払ってどうする？そうそうそう、払っちゃった。わかる。それがね、本当もうへこみましたね。でも始末書書かなかったです。まあね、決めにしますね。読み間違いはね、大丈夫なんですよ。いやだけどって感じですよね。あれかも、二度と忘れないですよね。今後そのフリーにね、アナウンサーになる人に何かこうアドバイスするとしたら、こうしとくのが一番いいんだよっていう、ちょっと。そうで
ですね、やっぱりスタンスで言うと何かしら強みがあるといいなってやっぱり思いますよね、うん、大村さんもレポーターとして、ね、ずっとされてきたから、うん、そこがすごく柱で、ね、うん、あると思うんですけど、私なんかはそういうのが全然やっぱりフリーになった当初なかったので、もう本当そこで悩みましたよね、何かこうここだけはって譲れない何かがあるとすごくそこで突き抜けていけるんですけど、でそこは私は今はディズニーだったり、あの K-POP が好きなので K-POP 関連とかそういうところでこう行こうかなと思って頑張ってるところで、ね、今英語も堪能なんですけど韓国語も勉強されてるっていう、うん、そうなんですよね、 K-POP が好きで、ちょっとやってみます、ちょっとやりませんやりません本当にやりません、ちょのんサフェジオオムライミだ、やってよ、正しいのかこれは中国感動フェストよ、おちんちゃん、これぐらいまでしかできないな、でもすごい自己紹介されてる、今なんて言ったんですか、本当ですか今の、あのね、本当でした、だけは譲れないっていうことを最後教えてください。フリーアナウンサーとしては一緒にこうお仕事する方がメインっていうことは常に頭にあるので、あの自分は一歩引いて引いたところからこう全体を見て、あのいい感じにこう仕上げていければなっていうのはずっと常に思ってます。まさに今日じゃん本当ですよ、本当本来は僕がそれをやるべきなのにゲストですからね、ゲストに一歩引かれちゃってなんでてめえの話してんだよ最低だよ人として、反省会これは、いや本当申し訳ありませんでした、始末書です、いやでもすごく貴重なお話ね、あの先輩が聞いたので、いやいやいや本当に今日ありがとうございます、バカ言ってんじゃないよ、今日心から反省しています、とんでもないことです、はい、今日のお客様はフリーアナウンサーの八木沼愛子さんでした、どうもありがとうございました、ありがとうございました、私だけの物語を紡いでいく、輝く明日を信じて